はいじゃあそれではですねホワイトボードを移してください続きまして第七節経営戦略策定の知識こちらについて学習を進めていきますはいじゃあそれではこちらホワイトボードよろしいでしょうかはいじゃあ皆さんお手元テキスト開いてくださいでこちらテキスト該当ページは六十五ページになりますこちらよろしいでしょうか はいじゃあ早速ですね7の1経営戦略策定のフレームワークの必要性こちらについて進めていきましょうはいじゃあよろしいでしょうかまず下にですね図が書いてあります65ページちょうど真ん中らへんぐらいかな図が書いてありましてでこの中まず見ていただいて一次試験の企業経理論の学習が終わっている方ならばもう知らない用語はないですよね。よろししいいででょょうかですかすららここちょっとね知らないなとね知なな いう方は必ず一次試験のテキストに戻ってまあ復習をしていただきたいとで特にこの経営戦略は例えば PPM これ事例の2で主催されてましたよねで5つの競争よも主催された実績がありますしでそしてス w ットブリオ分析、まあ、この辺はまあよく使われる、まあ、直接主催されるというよりは基本的にまあ今まで学習してきた通りまあス w ット分析は使いますよねと。 予見の分析でとでそれに対してブリオ分析も使いますと。でさらに成長ベクトル、まあ、こちらねよく事例の1と事例の3で主体されますけれども成長ベクトルの考え方は戦略の方向性で出てくる。でなおかつまあドメイン理論ですね。まあ、こちら CFNF というドメイン理論こちらは一次試験で学習したようにもう二次試験でももう品質というかドメインをそのまま問われるという問題はなかなかないんですが例えば標標的的顧顧客客に合わせてててととかかを踏まえてとかまえいろんな切り口が出てきますよねその時に「標的顧客」というフレーズが出てきたならばこれをもうドメインのこと言ってるというふうに解釈していただいても構いません。 ですからちゃんとその C 顧客標的顧客を明確にして考えなければいけないよじゃあドメインをしっかりと把握してそれで回答を全体設計考えて回答しなきゃいけないのかなという当たりをつけていただく特に事例の2ですですから事例の2で皆さんが非常に苦手ならばね事例の2が苦手ならばやっぱりドメインっていうのを一度ねしっかりと考えて事例を解く時に 簡単で結構です簡単でで結構ですのでまずこの最低でもこの標的顧客、ね、まず標的顧客は誰なのかといったところをしっかりと踏まえた上で回答を作成するようにしていただきたい。まずは事例の2で点数が伸び悩んでいる方はそこからです。で この標的顧客さえしっかり押さえていけばあとは芋づる式に顧客機能と、まあ、こちら独自技術といったところはリンクしてきますので、まあ、そこはおいおいですねこう学習を進めながら理解していいただければと思いますじゃあどうリンクしてくるのかじゃあどうリンクしてくるのかって言いますとそうですね標的顧客のニーズを満たすために標的顧客の ニーズありますねニーズを満たすために顧客機能っていうのは存在しますよね顧客機能は存在しますですからこの標的顧客のニーズを満たすために顧客の機能機能っていうのはそういうことですよね。例えばリモコンの機能じゃあリモコンの機能どういうニーズを満たすのかっていうと要は遠隔離れたところからテレビの例えば番組の 番号を変えていく。これがリモコンの機能ですね。そうすると、あなんか8チャンネルに変えたいなって言った時にピッと押した時に変わる。そのニーズを満たすっていう形になります。だから呼ばれ方としては、ファンクションは顧客機能と言います。はい。ではその顧客機能を満たすためには何が必要なんですか？と言ったところで考えていきます。と今度は T。ただしここで考えなきゃいけないのは。 独自技術を生み出すものっていうのは何ですかと言ったところで考えていくとそれは R によって生み出されますよとすなわち経営資源リソースによって生み出されますから二次試験を回答する際には経営資源リソースとして解釈をしていただいた方がいいと思います。はいですると どこの会社でもこれは皆さんの会社でも事例に出てくる中小企業でも同じように経営資源リソースを大きく超えたものっていうのは提供しにくいですねでそのリソースの中にはもちろんじゃあ外部と提携すればいいじゃないかって考える方いらっしゃると思うんですがそれは非常に正しいです外部資源も含んでくるとだから経営資源のリソースには内部と外部資源 これも活用しましょうね。ということ、特に外部ですね。で、外部資源も活用しましょうね。ということが、事例の2の中では特に出てくる。なぜかと言いますと、これは？軽資源が乏しいからですね。中小企業もしくは小規模企業と限定した場合には、経営資源が乏しい。もちろん事例の2はあまあ、比較的小さい企業出ますから。乏しい軽資源が乏しい企業が出ますのでですから。外部資源のこれの。 活用といったところも大きな課題となってきますよと。なのでそこまで広げてくださいただ予見文書にないような外部資源を活用していくってなるとちょっとやっぱリスクの高い答案になりますでやっぱり予見文書にある外部資源を活用していくと試験対策上はねそうに考えていただければと思いますですから ニーズ顧客が決決ままればここも決まるそうするとまあその範囲っていうのもまあどういう資源で提供すればいいのかっていうのも分かってくるとこの3つがぐるっとしっかりとリンクされていればいいというふうに考えていただきたいと思いますんでまずは標的顧客をしっかりと決めていただきたいと。ね標的顧客ここがものすすごく大事になります特にまあ昨今の事例の2ですね。 事事例の2ののの2中ででははもすすごく大事になりりますんでしっかかととこの部分から始めていいいたただきたいと、はい、じゃあそれではですねまずその概論的なところは最終的にドメイン理論というのを考えていくというのがポイントになるんですがまずこちら見てくださいまあ上の方からはもうざっと読んでいただいてかっこの2さあ経営環境分析の結果を受けてドメインの最低義っていうのが出てきます。 はい、でここで拡張型ドメインといったところが書いてありまして1つの企業においてドメインは1つとは限らないから、まあ、例えば水平展開とか垂直展開が必要な場合もありますよといったところをちょっと前振りで書いてあります、まあ、あとはですね後ろの方にまたドメイン論というのが書いてありますので7の5ですね7の5で書いてありますのでそこでまた詳しく進めていきたいと。 はいじゃあそれではですね5つの競争要因とかそういったところも踏まえてまあ、皆さんねこちらのマップは見ていただいているかなと思います65ページじゃあページ開いていきましょう次のページ行きますとまずはスウォットですドメインを規定する要因っていうのはもちろん内部資源もあるんですけど外部資源も出てくるで内部環境もあるけど外部環境も出てくるといったところでまず皆さん見ていただきたいのはこちらスウォット分析の活用で今回はあの 書籍の製本業といったところが、実際に出てきております、ね。で、こちら見ていただきますと、強みって何ですか。顧客に近い、ね、距離的に近い立地条件。じゃ、あ書籍製本業って何かというと。まあ、皆さん、今お手元にお持ちいただいているこの本を製本していく。まあ、印刷と製本って、実は同じ、まあ、工程、工程というか、同じ企業で。行うという場合もありますが。 実は本を作る時っていうのは印刷と製本っていうのは別々の会社でで作ることが多いです結構多いですねだから製本だけを生りとしている会社さんありましてでその製本は非常に今しんどいですしんどいんだけれどもここが大きなこの書籍の業界の大きな課題となってまして製本業非常にきついわけですなぜきついのかっていうとそうですねまあ多くの人が本買わなくなっている皆さんどうですか 私はもう仕事ででしか買わないですね。自分の趣味の本っていうのはあまり多分読まないと思いますね時間が全然ないのでそうすると皆さんはどうですか趣味の本読むけど本読むのってすごい減りませんですよねそうすると本を読むのが減ってくるじゃあもうはたまた伝書籍の漫画を読んでいたら正本はいらないわけですねよろしいですねだから書きてはいるで組んだりする組むっていうのはこの綺麗にさ あの本みたいにこう作っていくね。まあ、そういったところのこうデザイン。ここはまずお仕事がある。でも厄介なのは印刷とその製本がお仕事減ってしまう。要は紙使わないからっていう話になるで、本が売れなくなってくるとま、どうなってくるのかって言うとまあ印刷業と製本業、これがものすごく厳しくなりますよ。という風にインプットしておいてくださいね。外部環境でいうと、これ脅威的なところになります。ですると印刷業っていうのはある程度。 まあ大量生産することっていうのが結構可能だったりします結構可能だったりしますすると印刷業結構でかいところあるんですよ残ってる印刷の会社で印刷の会社は機械も投入してまあ大々的にどん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 こう吸っていきます要はもう印刷機を止めないっていうことがものすごく大事だなんてね印刷会社の方にお伺いするんですがどん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 こう出していくすると大量生産たくさんすれば まあコストは落ちるという形になるんですが印刷しただけだとはい紙の束ですからこれは製本しないと本にはならないですが製本業って意外に小さいところが多いんですよ中小企業ものすごいですで小さい規模でどちらかというと労働集約的に行っているまあ裏面をこうの付けしてこうちゃんと製本していくと乾かすのに1日かかるとか結構手間暇かかりますとなるとこれどういうことが起きるのかっていうとまあ印刷会社はコストを下げるために まあ他の印刷会社が潰れて大きいところに集約すればコストずっと低減することができるからまあまあ生き残りはまあたやすくはないけどまあ生き残れるでしょうと言ったところになってくるんですが紙がゼロになるっていうのは考えにくいんでねただ製本業っていうのはこちらに書いてある通りもりこれまずいんで中小企業でで印刷業にお願いするんですよ。印刷会社に この製法お願いしますねっていうふうに我々出版社はお願いするそうすると印刷会社が製本業者を見つけてくるっていうことは製本業者はかなり下請けの下請けですからそうするとそこで価格をグッと抑えまあ押さえつけるとか引き下げをこう迫られるわけですね印刷業に。ですすすよ製本業ものすごいいきついですで結構潰れてくるで潰れてくるとどうなってくるのかっていうと本出るスピードがね遅くなるんです。印刷の 業者はいるんだけど製本業者がいないから本すり上がるのが今まで10日で終わるのが例えば1ヶ月かかりますよっていう事態がこの全体の業界に出てきておりますよとまあ結構ですね印刷とか製本業って好きなんですよね事例の1でも3でも。 結構試験員の先生好きで、まあその辺はね、やっぱり本書いてる人が多いからかな、なんてちょっと私も思ったりするんですが、まあ一応見ていただくと、じゃあ近いっていうのは強みなんですよ。ちょっと今背景で喋りました。なぜかというと、顧客に近いっていうことは、印刷と製本の間が近いっていうことは、物流のコスト的には楽ですよね。で、すぐに取りに行けるっていうところで、やっぱりその距離的なこう隔たりがち、あの小さい方が有利と。 油粉されてるので一応これ強みとして挙げてありますでなおかつ続いていきますと下、はい、高価格でも誠実に品質が良いこれね結構問われるのが手帳とかではかなり問われますね手帳って一年間開いたり閉じたり開いたり閉じたりするじゃないかだから製法はしっかりやってくれと言ったところで結構ここも大事かな あとは製本工程をすべて内製している中でやってますよと外じゃないですよとかねあとはこちら、はい、経営者のすま,んまあこの辺はもう見ての通りですじゃあ弱みって何ですかと価格が高いあとはこれですね高齢化年配の方結構多いですだから廃業するっていうところも結構出てきてますでなおかつ工場の生産性が低いなんてところも出ます。 どちらかというと労働集約的な部分というのはやっぱりノリ付けとかねもちろん機械でやりますけれどもそういったところで労働集約的な部分も多々ありますよと。で続いて「O」機械は何かっていうとこちら、まあ、ネット通販による書籍の販売が好調であるなんてところがここ書いてありますね常時取取引引ああるる得意先先が50社あるっていうこといこはやっぱりいろんな取引先ね。 とと対応することができるよととったところが機械でなおかつ T はいいこれでですすね価格競争厳しいです、ね、あんまり下げると潰れちゃいますからあとは小ロット化を要求されている今までは1万冊吸ってくださいといったところが3,000冊とかロットが小さくなってきているっていうのが事実ですす、ね、り増しもそうですね昔だとあの販売士とか我々書いてます。 実際にはね夏目社さんとかとユーキャンさんとか、まあ、うちが教材作ってるので基本的にユーキャンさんの販売士の本とか書いてるんですがそうするとどうなのかと言いますとここで昔はね1万2,000とか平気でするんですよこう多くね大ロットでそれがだい今3,000とかギュッとこう小さいんですねここうう在庫がこうね。 残らないように刻んでいくんですよだ、そうすると製本業としてはやっぱりこう規模の経済性活かしにくいのできついよねとあとは短納期ですね短納期要請非常に高まっているというか強まっているとこの辺がまあそれぞれ見てくださいスウォットとなりますよろしいでしょうかね今ちょっと業界の背景も話しながらいきますでするとまあ業界から撤退する会社もありますしまあ、あと短納期に対応してうまくやっていく会社もあるとこれ二極分化してくると じゃあそれではですね s w ットを考えるときにまず下側でスウォット分析の活用を見てください一次試験では知っていればよかったですよねという内容なんですがここで出てくるのがじゃあ活用です強みと機械特に新規事業を考えればいい皆さんが新規事業の方向性を考えていこうと最近事例問題多いですよね新規事業系 多いですよこれはものすごくやっぱりですね生き残りをかけてあの新規事業をしていかなきゃいけないっていう風潮がこの中小企業行政の全体的な流れとして出て出きます多角化とか新市場開,拓開発とかね新製品開発かだからアンゾフの成長ベクトルの中でいると行、まあ、くと市場浸透戦略よりもその外側が非常に多いですよとね。 ですので、まあ、皆さんが成長ベクトルを考えていただいた時にはここですねこっち側が多いですねこっち側がこの今黒斜線のところこの辺を問われてくる成長ベクトルその時に考えなきゃいけないのがこの強みと機械やっぱり機械の方向に行かないと経営資源が少ないから。 のの方向向に立ちかかかっっってていいくうのはなかなかやっぱりできないことですですので、まあ、試験で点数を取るという意味では強みと機会を足して、ね、それで弱みを克服しましょうとで弱みを克服することによって機会を捉えることができますよというところをちゃんとこちらの図の中の矢印の方向性で見てで強みと機会で脅威を回避していきましょうといった形の流れです。まあ、一応ここれれ試験対策上これね でも最近の、まあ、最新の戦略論の中では私あの理論政策更新研修の中でも教えてるんですけどそうではないんですよそうではない戦略の方が実は成功確率が高いなってところもありますね実際に、まあ、うちでも結構採用してるんですけれどもですから、まあ、その辺は一応試験対策上と実際にベンチャー系の企業が勝てる戦略っていうのはまたこれ違うのでですからちょっとそこは分けて、ね、皆さんも考えていただきたい。まあ、今回はもう受験対策講座なんで まあ受かったらそこでねあの理論政策更新研修うちやってますんでそこでちょっとお見せしますよ。こういうふうに考えた方がいいですよなんてところ、ねまあ、そこは是非しっかりとそこでね勉強していただくとして今のところはこの何て言うのかな図66ページの図の通りに強みと機械ですからスウォット分析がものすすごく重要になってきますどっちの方向に進むとしても現,状現在の市場がこちらならば常にこちら側に何がなきゃいけないのかっていうと赤で書きましょう。 こっちの方向にはそれぞれれぞ機械がななけけばいけないですよ王というのがなければいけないと。でじゃあ何を生かすのかっていうとじゃあその強みっていうのはどういう強みなんですかという話になりましてそこを掘り下げていくのが今回ブリオ分析次のところになります次のブリオ分析7の3見てください。リソースベースドビュー試験員の先生大好きです特に事例の1。 このの辺ものすごく大好きですちょっと注意をしていいたただきたいでまずは66のところはざっと読んで67の上いきましょう企業ごとに一室で複製に多額の費用がかかる経営資源に着目する一もにもその辺ねあの注意してくださいねということは何かとというと複製に多額の費用がかかる経営資源って何ですかと異質例えば伝統的に長くやってきているといったところですね経路依存性的なところでこういったところは非常にですね、まあ、模倣困難性が高いですよと。 言ったところで考えてくださいで、なおかつこちら外部環境脅威よりも内部ですからリソースの部分をやっぱりベースに考えましょうですよね結構リソース中心に考えてるのが多いかなっていうのが事例の1でも2でも結構出てきております はい、まあ、そこの部分が1と2、丸1、丸2、ちょっと見ていただきまして、そしてじゃあ、ブリオ分析、どういうふうに進めていくのかって言いますと、ここでブリオ分析、67ページの、の上から行目見てくださいここ、マーカー引いていきましょう、ブリオ分析、強みの優先順位を明らかにし、強みの優先順位を明らかにし、企業の持続的競争優位の源泉を明らかにする、ここ、ちょっとマーカーを引いておいてください。 はい、で一連の流れとしては皆さんはまず SWOT 分析をしていただくと SWOT 分析でこの辺はもう先ほど紹介しましたのでありますよね「波線で引いてください」とか「マーカーで引きましょう」というようなところは先ほど皆さん一緒に学習しましたので SWOT 分析具体的にどうやるのかっていうのはここでは割愛します。でもしあれ あの見落としちゃったなという方はちょっと前のページ見てくださいね、こちら、えっとですね、合格者から学ぶですから41ページですね、3の6合格者から学ぶ具体抽象具体の回答プロセスの実践ですね、30あごめんなさい41ページ3の6ここであのスウォットとかいろいろと話してますのでしっかりと復習を進めていただきたいと。ははいじゃあそれではですすねスウォット分析する それから大事なのが強みのランク付けをしていく VRIO ブリオ分析としてランク付けをしますよと。でブリオ分析は先ほどもちょろっと申し上げた通り一次試験でもうズバリこうブリオ分析として出てきますんで出てきていますのでここはちょっと要注意かなと。はい、ブリオ分析さあで そして中小企業なので I と O は甘めにつけてあげてくださいここあの問題解くときのポイントです辛めにつけるとこれ全部うちの会社だったら模倣できるよなんて方もいらっしゃいますがそれはあなたの会社が公開企業上場企業大企業であるからで普通の中小企業で地域の中で戦っていくというような企業の場合にはかなり甘めにつけていただきたいここよろしいでしょうかねこれねものすごい大きいポイントです まあややもするとまあ厳しく見ていくと全然持続的強制にねえじゃねえかというような会社って結構あるんですねあるんですけどそれでは問題成り立ちませんので一応皆さんは、ね、だから中小企業に対しては甘くやっぱ考えていかないといけないでもちろん潰れちゃってる企業もありますよあのー「この会社いいですね」なんて当時はね回答解説言った会社潰れてますからね事例の企業。 何社かですから、まあ、要は試験員の先生がピックアップする企業だって万全ではないわけですですよ、はい、ですのでこの試験問題の中でというふうに考えてじゃあまず「愛」と「ここに落ち着くものならば甘めに選んでいただくんですがじゃあどういうフレーズで書かれてくるのかこの「予見文章」の中に。でその中にはまず一つは伝統的とかこれはバーニー流でいくとね。 バーニーさんの考えでいうとまあ経路依存的なところですね要は伝統的にずっと何年も何年も何年もやってきていますよっていうのは強いですよと、まあ、生き残ってるっていうことは何かあるだろうみたいな、ね、そういうふうに考えていただいてもいいです。であともう一つがそうですね組組織としてて何かを取り組んできている組織としてこういうふうにずっと取り組んできていて顧客から評価されてますよなんて。 こことがあったらもうこう考えてください組織としてのでこれで重要なのがちゃんと評価を受けていると顧客,顧客からね顧客からの評価を受けているというようなところが書かれていればこれはまあよしというふうに考えてください顧客評価。 ね、で組織としての取り組みじゃあと何があるのかっていという独自性こんなところがあったらもう無料分析の IO の部分だというふうに疑ってかかってくださいよろしいでしょうかね甘くつけてくださいねここ重要ですよでそれが持続的競争優位になりますはい持続的 位と。で、その持続的競争優位を生かさなければいけないどこで生かすのかって言ったらこの強みは持続的競争優位であるべきです。 要は、機会を狙っていく。新しい市場、マーケットに対して機会を狙っていく。そこは持続的競争意義。これを活用した方がいい、というふうに考えてください。これはもう、人材育成だろうが、新しい販路開拓だろうが、全部同じかなと思います。はい、じゃあ、そこをですね。まず、一つの軸として、このまずはスウォットとブリオ。じゃあ、四つの問い、ここもよろしいですよね、見といてください。六十七ページの四つの問いから。 競争均衡って何か一時競争優位って何かっていうのは私の方ではそうですね一時試験の速習テキストでは話してますのでもしちょっとわからない方はそちら見ていただきたいね2018年版の企業経理論の中でまあ無料分析話してますんでもうこれはもうどこの学校さんでも一時の知識なんでここ読んでわからない方はそちら勉強していただければと思います。でそして強み組織としての強みの活用といったところが68ページにかけて出てくるところ。 になりますでそして7の4いきましょう5つの競争要因というところが出てきますはいよろしいでしょうかじゃあここマーカー引いていただきたいのはこちらえっとですね上から12344行目ですね4行目の真ん中らへんはいいきましょうマーカーポイントスウォット分析の際に t 脅威がはっきりしない場合ポーターの5つの競争要因を用いるとみんな見えなかった。 競争相手がはっきりする今までちょっと分かりにくいなとあこれはこれじゃない売り手の交渉力じゃないという風にパッと見えてくることがあります。ですからまずここ今マーカー引いてくださいね。T がはっきりしない場合に見えてくるとね見え,な見えなかったあの競争相手がはっきりすると言ったところなんで今のこちら t を考える時に捉えていただきたいのが5つの競争要因と。 まあ、ファイブフォーシーズですね。はい、五つの競争要因を、皆さん、T を分析するときに、使っていただくといいかなと。はい、よろしいでしょうか。この辺も、予見文章の中で、あ。これは新規参入の脅威だなとか。あ。 これは代替品の脅威だななんてところをちゃんと予見文書を抽象化する際にこれ活用していただくといいですねですからここで使ってくるのは何かというと予見文これをちゃんと抽象化していくと特にあの二段階型の具体抽象具体の回答プロセスの中では活用できます実際ねはいまあこちらしっかりとまずインプットをしていただきたいと はいじゃあそれでは続きまして次にドメインという内容になります。7の5、ドメイン理論といったところですね、ちょっとこちら見てください。でドメイン、エーベルのドメイン理論というのがありまして、まあ、こちらはさらっと見てください。で、今まで話してきた戦略の内容は、だいたい覚えてほしい用語につきましては、こちらですね、見てください。えっ、ー、と、第4章を見てください、4章の中の抽象化ブロックシートの共通編が戦略全般になります、共通編。 ですから共通編216ページ開いていただきますと成長戦略、多角化戦略 PPM5 つの競争要因あとは競争戦略とあとはスウォット経営資源の種類ブリオ分析ドメインシナジーここは全部書いてありますのでパッと全て書けるようにしておいてくださいよろしいでしょうかね。まあ、ここにちょうど、まあ、限定したんですよ10個にいろいろありますけどですけれどもこれは押さえとかないとちょっと解けないかなといったところをしっかり入れてますので第4章の中の,あの共通編 ブロックシートの共通編これはしっかりと学習するようにしていただきたいと思います。はいじゃあそこはちょっと置いておきまして、また戻りましょう、こちら第2章の中の拡張型ドメイン、じゃあ何を拡張するんですかといったところで、丸1になります、丸1、はい、第1、顧客機能の拡張が必要である、はいここ、次のところですね、あの見てください、顧客機能は企業が顧客のニーズに対して何が提供できるのかという次元。 そうですねファンクション機能ですニーズに対する機能何が提供できるのかそしてそこからちょっと下側に行っていただきまして次の段落ですね「① 顧客機能の拡張」の次の段落はいここちょっとマーカー引いていただきたい顧客機能がって言ったところね顧客機能が真の意味で顧客ニーズへの対応であるならばあるならばちょっと硬いですけどね顧客機能は単なるもの 物理的製品の提供にとどまらず周囲にあることの提供を含む概念でなければならないというふうに書いてありますじゃあことって何ですかちょっとマーカー引いておいてくださいこと難しいですこれはものを提供するだけではなくてことという概念を考えてくださいよろしいでしょうかじゃあことって何ですかっていうのはここに書いてあります もし忘れちゃいそうな人は「こととは」とねちょっとマーカー引いておきましょう「物理的製品の」ここよろしいですか今69ページ括弧の2拡張型ドメインの一の上から12345行目は今マーク引きましたよね。物の提供にこだわらず とどまらず物の提供にとどまらず周囲にあることの提供を含む概念でなければならないその下の行「はいこととは」って言ったところここもマーカー引いておきましょう「こととは物理的製品のこちらですね物,である物理的製品の製造・販売を提供することによって間接的に顧客に提供することができるサービスアイディア生活ライフスタイルあとは夢経験などの総称 これがことです。よろしいですか。で、それをしっかりとインプットして、ニーズ思考ではものからことへという。拡張された顧客機能の提供が不可欠。ことの提供ですね。これちょっと覚えておいてください。これ重要です。ものすごく重要です。で、ここをしっかりと書けないと、ちょっとうまくいかないかなって言うのが。特に事例の二の中では、非常に問われてきている。 だから事例の2でちょっと点数伸び悩んでる方はものの提供についてはズバリ言えてるんですけどじゃあそれならばことについてちゃんとかけてますかねことについてちゃんと考慮してますかっていうのをもう一回ご自分の答案見直していただきたいと。じゃあそれではですね続いて今度はことが拡張するならばことじゃないね機能ファンクションがこれが拡張するならば大きくなっていくならば。 T だって大きくならなきゃいけないですね。で合わせて R もでっかくならなきゃいけないですね。という話になってきます。だからここが大きいならばリソースを増やしていかないと提供することはできない。これもそうですね。例えば今 YouTube で皆さんは見られてると思います。それを例えば自社サーバーで全部流していこうと。 いう風になって課金をしていこうなんて話になってきたらこれどうなるのかっていうところになりますねそれはもうリソースでうちはまあ自社のサーバーってでかいのないのでまあそういったところを借りるかどっかと提携するかという話になってきますですから外部資源を使う今よりも大きくなるで内部でそういうのを用意しなきゃいけないってねストリーミングサーバーを用意しなきゃいけないという話になってきたら内部で何とか買うそれはリソースが大きくなるなぜならばファンクションが変わるからと。 いいううところろになってきますよろしいでしででょうかねでそして見ていきますとまずこちらですねはい独自技術の活用という形でまずこちらちょっと上の方から123456行目ちょっと見ていきましょう6行目ですねもう始めはいいと思います具体例なんで。事業を定義するためには 経営資源全体独自技術だけじゃなくすなわち T だけではなく経営資源全体 R も考えてくださいね R 企業経営資源全体を明らかにしなければならないよろしいですねで次、はい、拡張型ドメインではここマーカー引いてください独自技術だけではなく独自技術を含む経営資源全体を第三の次元として採用ここマーカー引いてくださいだからリソースでも常に考えていってくださいじゃあ 伝統的な人の金情報ノウハウといった経営資源の区分をもうちょっと拡充し拡張しじゃあ4区分としているのが次の70ページの上に出てくる経営資源の種類の中の物的資源のところちょっとマーカー引いておいてくださいこちら70ページの物的資源ね。ね のところマーカー引いておいてください最近特に事例の1の問題の中ではこの設備資源かなり重視してますんで設備資源のところちょっと要注意かなと思っておりますはいここよろしいでしょうかね物的資源の中のこの設備資源源ののの中こ設備結構ね問われてきてきおりますはいじゃあそれではこういう資源がありますよとここも覚えておきましょうもちろん中小化ブロックシートにもありえますんで必ずこういう切り口があるということを覚えておいてください でいきましょう続いてのドメインの水平展開と垂直展開という話になってくるんですがまずここで考えていただきたいのは人物の中に設備が入ってきま,すとまあ物設備並列でも結構ですよ。で金はそんなにね問われないんですね。金は、うん、あんまりこう出てこないかな。元々ないので中小企業 情報のうはうで意外にやっぱりこのノウハウ資源ですねここ結構重要であるかなとはいそこをちゃんと拡張してみてくださいじゃあきましょうどんどん続いていきますと今度は ドメインの水平展開とドメインの垂直展開といったところになりますですがちょっと書くスペースがないのでこちら全部消させていただきたいよろしいでしょうかこちら全部ちょっと消させていただきたいのでまず写していない方は今ちょっと映しちゃってくださいこっちは残します今ドメインの話なこちらよろしいでしょうかね。はいじゃあそれではですねこちら消しますね で今続いて今度はドメインの水平展開と垂直展開こちらをあの見ていきたいと思います。でそれの説明が終わったら7の6の今度は実践なのでまあ演習ねまあ大体20分ぐらいの時間取りますのでこちら20分ぐらい時間かけてまずは解いていただくという段取りに進めていきたいと思います。はいいじゃあこここちら消しししますねよろしいででょうかさあここで出てくるのが 今のドメインでそのままでいいのかという話になってきます今のドメインそのままでいいんですかとで、そううまくはいかないですよねだから新規事業とか多角化って話が出てきますで、この辺はやっぱり試験の先生もさすがに考慮をしていて中小企業がこの市場一つの市場で頑張ってやってきたからっていうのだとなかなか生き残りが難しいよねっていう話になってきてるわけです ね、ですから例えば計画針をする新規事業を行うとか販路開拓を行うとか、まあ、そういう話になってきているのが国全体の施策の中で出てきてますからはいじゃあ行きましょうまずは水平展開って何ですか水平展開こちら見ていきましょう事業別にドメインを分けるでこれやっとここでですねこう一次試験で勉強した内容のよく出る品質テーマが出てきますよくありますよね企業ドメインと事業ドメインってあるじゃないですか。 これよく出ます一時試験ね企業業ドドメメイインンと事業ドメイン私もよく話しますがここの中のまあ一つまあドメインの水平展開こう事業複数の事業を展開していると企業でそのドメインの数だけありますよと言ったところをまず考慮すする必要がありますまとめて1つのドメインで考えちゃってもいいですよ標的顧客2つっていう形で考えていただいてもいいんですがもしくは2つあの水平展開っていう形で見ていただいてもいいかなと思います。 でそうするとまずは例えば事業 A と企業戦略全体はあるんですけど事業戦略で事業 A があってで事業 B がありますとこうありますね。でそして CFR という形でそれぞれを考えていく。CFR と。 でもう一つが例えば C F R と、はい、でそこで重要になってくるのはこの事業 A と事業業とは同同じじ会会社社でですすよね同じ会社です複数の事業別にドメインを再定義するんですけどここちょっと注意していただきたいのは同じ会社っていうことはリソースは同じ会社のものじゃないですか。 標的顧客は異なってもですから例えば事業 A があって新しい事業 B が仮に新規事業とするならば新規事業とするならばこの R と R' の間にはどういう関係がなければいけないですかこれ R と R' の中では戦略的な言葉で言うと。 シナジーというのが必要になりますねシナジーとでこれはじゃあ例えば平成29年度の事例の三だったらそれ可能なのかっていうとこれ難しいですね要するにそもそもそんなに大きくないで今の実際にビジネスでも,もうカツカツ事業でもカツカツだったら正直な話どっかからじゃアウトソーシングすればいいこれは大企業的な考えです。で 重要なのは何かっていうとこれ事例の29年度の事例の3にも出てきますが今の今のビジネス今の事業の中のねあの余力を活用して新規を行うっていうのが大体まあ本当に小規模企業とかもう中小の中でも中堅にいかないくらいのまあ中小企業それではもう大体セオリーになってるかなと思います。いきなりね アウトソースすればいいじゃないかとこれも大企業の発想ですからそれだと点数まず取れませんですから余力を活用するってことはここの中で余力っていうことは同じ設備をつく使ったり同じ人を使ったりするってことは人的なシナジーがあったりねありますね設備的な何かのシナジーがあったりっていうことがまず大事になってきますよとはい、ここしっかりとねインプットしておいてくださいこの関係の中にはちゃんとシナジーと いうのがありますかとありますかとねここをねあの取り違えるとちょっと難しいと必ずこう事業 B で事業 A の資源を使用することができないですかとこれはもう試験の大きな傾向となってますんでちょっとねインプットしていただきたいとはいじゃあ続いていきましょうドメインの垂直展開見ていきますね流通段階別にドメインを分けるとこれはもうご存知かなとで直接的と間接的なドメインが出てきますよと。 例えばメーカー卸事業の場合この直接的っていうのはメーカーの場合だと卸しと小売ですよねでも間接的には最終消費者を見ていかなきゃいけないこれが皆さんの会社が消費財メーカーだったらそれは当たり前のことなんですけどちゃんと事例の中ではそこを考えなきゃいけないですねですからまず流通の段階別に考えていくそうですねメーカーマニ,マニファクチャーラーだとするとホールセラーで卸し。 があってリテール小売業でカスタマーとありますねでそうすると例えばメーカーだった会社がメーカーだった会社が川下に進出しますよという話ですからこれがメーカーだとするとまずメーカーとしての CFR がありますとはいただじゃあ川下に進出しました 川下ににししままたよという話になりますで川下に進出するっていうことはこれどういうことなんですかと言いますとそれはここの CFR があるわけですよね。すると。 この青で書いたメーカー側の R ともちろんこの R の間にはシナジーは働かなきゃいけないんだけどじゃあ目的としてどういう目的があるのかなぜ進出するのかっていうとなぜ進出するのかっていうと要は標的顧客を拡大させたたいわわけけ増やしたいわけですよね増やしたいわけです,ですからちゃんとここで重要になってくるのが特に事例の2とかだと。標的顧客の まあどちちららかとというとこちらになりますよね情報情報を共有化していただきたいと情報を共有化してメーカーさんは製品開発だから新製品開発をしていただくとよろしいでしょうか情報この情報に基づいた新事業の中でも新 製品これ成長ベクトル的ですよね開発とこれを行ってほしいですよとじゃあ参考にしてこの辺しっかりとですねちょっとインプットしていただきたいとそれぞれにドメインがあるんですけどわざわざ別々に展開することないです川下に進出するっていうことはチャネル戦略上これ事例の2にその切り口出てますその通りズバリ当てましたが実際にはこの その切り口の中ではこちらなぜじゃあ出すんですかとでチャンネル戦略の内容でいうと売上以外っていう風に出たんですね過去に売上以外っていうことはこれどういうことなんですかと売上じゃなくてじゃあ売上以外で何でこれ進出するのって言ったらこれはこっち側ですね C この情報が欲しいわけです今の標的顧客と何が違うんですかとそして新製品開発ここにつなげていきましょうという内容になってきます。 はい、まあ、そんなところがですね、まあ、今回まずは垂直展開のドメインの考え方とその目的なぜじゃあ垂直展開するんですかというまあ過去の傾向も踏まえてちょっと理解をしていただきたいと。はい、よろしいでしょうかねまずそこの部分が一つポイントになりましてでホワイトボードを切り替えて今度は7の6ドメインの実践ですね。でドメインの実践はまあ今回こちら問題あります。で 回答欄ありまして、まあ、回答例がありますます、あ、ず回答例はちょっと見ないでね75ページの回答例は見ないでまず74ページもしくはどっかノートでも結構ですこのドメインであのドメインをしっかりと書けるようにしていただきたい。標的顧客顧客客機能その中のもの中もととことよろしいですねでそして何を書くのかっていうとあとは経営資源主要経営資源これは必ず書けるようにしていただきたいと。 で今回のポイントはそちらになります。で特に重要なので今回事例の2でこちらテキスト上げてあります。まあ、事例の2っていうのは戦略的マーケティングっていうのが背景に問題の背景に流れてますんで、まあ、一番ねあのすごく点数伸びやすいかなといったところで今回挙げてありますんでまず20分間しっかりと解いてください。はいじゃあまずこちら切り替えて解説にする前にしっかりとこちらノートを写してください。ノートにしししてくくださいいよろしくお願いします